中日は12日、球団マスコットのドアラが15日、16日に ZOZO マリンスタジアムで行われるロッテ戦の出演を体調不良のため見送ると発表した。写真、ダブルコート代打、デースコンに登場したシャオロンとチアドラシャオロンの瞳がどこか寂しげ。当初は出演予定と発表されていたが、球団は楽しみにされていたお客様には申し訳ございませんが、 ご理解いただきますようお願い申し上げます、とリリースした。またドアラも自身のブログを更新。申し訳ありません。交流戦もあと少ししかない、いろいろな楽しみ方で楽しんでください。自分はしっかり元気になりたいです。何かしら頑張ろう、と記した。ドアラは体調不良により欠場が続いていたが、8日の楽天戦で復帰。その後、再び体調不良により欠場しており、 エスコンフィールドでの日本ハム戦も出演予定だったが、見合わせることになっていた。落合元監督も x でメッセージを送るなど、注目を集める形となっているドアラの体調不良。状態が